どうも、今回はプッシュアップバーについてなんですけども、プッシュアップバーって何っていうね、まあ、プッシュアップって要は腕立て伏せなんですけども、その時に、使ったらいい器具ですね、こういう感じのもんです。まあいろんなもんが売ってますけども、まあこういう感じですね。はい、まあどれ買っていただいても正直そんな大差ないと思います。はい、こういう感じのもんです。はい、早速やってみたいんですけども、まず普通の腕立て伏せします。これなんですね。で、これを使ってやってみます。はい。はい。まあ、要は何や言うたら、要はより深く、ここからぐーっと、ここの胸の筋肉がぐーっと伸びるんですね。より、大胸筋を大きく使うことができるんで、より負荷が入るってことなんですね。はい。で、筋肉を、筋肥大させるために、まあ、要は、筋肉を大きくするためには、ある程度高負荷で少ない回数をやっていった方がいいんですけども、腕立て伏せで高負荷にするのって限界があるじゃないですか。で、そのために、これを使って、より負荷の強い腕立て伏せをしていきましょうっていう感じの器具です。はい。これはすごいおすすめの器具ではあります。はい。家でベンチ台とか、ジムに、行く時間がないとかいう人はですね、まずこれはすごい安いんで、1000円から、まあ、2500円か3000円くらいであると思うんで、一回使ってみてほしいなと思います。一番いいとこはですね、もう手首ですね。こういう風に持てるんで、普通の腕立て伏せって地面についたら、こうなるじゃないですか。こういう感じです。横から見たら。これを、こう持てるんで、はい、こういう風にできるんですね。これをこう手首がこうならなくて、ここが痛くなりにくい、痛くならなくて済むんです。僕はそれが一番の利点だと思います。はい、手首が腕立てしてて痛いって方いらっしゃると思うんですけども、そういう方は本当にぜひこのプッシュアップバー使ってみてください。はい、とてもいいと思います。これでより深く腕立てできるんですけども、角度的にもちょっと腕立てするより、この体のラインがちょっと上がるんですね。これはデクライン気味に入るっていう感じになるんですけども、要は、大胸筋のちょっと下目を狙うことができるようになります。なんか入る場所がノーマルで普通にするのよりも気持ちずれるんで、また違う刺激が入るんで、これもやりながら普通のプッシュアップもやるっていうのをいいと思います。あとまあ、これは、あれなんですけども、腹筋で、まあ、L シットっていう、要は、こういう感じで、地面につけていこう。こうですね。はい。この練習もできるんで、まあ、すごく、使い方によってはいろんなことができるんで、ぜひ一回やってみてください。とにかく、普通の腕立て伏せを50回、100回とかやるのが、結構まあ、めんどくさくなってくると思うんですけども、腕立て伏せでもこれを使った方が負荷が強くなるんで、より回数が少なくて済むっていうことは、まあ、時間も短縮できるし、筋肥大もしやすいと思うんで、ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。